そう、千歳1は2じゃないよ、やってきました。ありがとう。あと大岡さんと見ましたか、大岡さんのインスタ見ましたか。お、見た、マジで可愛かった。ありがとう、ハート。待って、オッケー。おいちゃんのメールにもこっちゃん、え、ほんとに、よっしゃーじゃん、よっしゃーじゃんか。会話、会話は、え、もう結構話した、結構話してよ。ありがとう、ハート。そう、やばいよ、ください、嫌です、嫌です、ここだけのものなので。そう、サインもらったの、やばいよね。でもね、顔ね、こんなんだった、こんなん、やばいかも、これ並んだ時にさ、やばいかもしんない、結構顔小さすぎて。ありがとう、だるま、ありがとうございます。とってもお腹すいた。あと、スコイボンジュール、ボンジュールのさ、イントネーションさ、難しいよね。写真撮りまして、ブログに載せるんで見てくださいね。可愛かった、本当に。え、もう細すぎるし、超スタイルいいの。グッズいっぱい身につけて、なんか言われた、え、なんかめっちゃ喜んでくれた。これで、この姿で会ったの、この姿で、そしたら可愛いって言ってた。だからやったと思って、もうとてつもなく嬉しかったです。2月発売の5月の通常とか、ありがとうございます。確かに、え、マジでやばい、細すぎて、ありがとう、流れ星、ありがとうございます。キラキラハート、ありがとう。スコイボンジュール、こんばんは、こんばんは。でさ、ここさ、だからさ、あの若さんのさ、インスタ載ったじゃんか、それで笑いすぎてってのでニヤ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 ですね。マジで朝されて、お、そうなんですね。ショールーム告知放送はいつ、いつでろう、いつでしょうか。ありがとう、おししかかった、ありがとうございます。手堅い、もうすぐ、もうすぐだよ、もうすぐですよ。こんばんは、こんばんは、ピーナッツ、ありがとう。とってもお腹空いたんだけど、今日は皆さんは何を食べたの、何を食べましたか。ありがとう、神、ありがとうございます。私くしたち、お宅を一緒の感じやね。そうだね、お蕎麦食べた、夕飯はオムライス食べた。お、いいですね、
いいですね。シュート打ってる。うわいいな。寒いからいいよね。本当に。そのえ違うこれにしようとしたんだけどさ、洗ったらさインク落ちちゃうじゃんか。だからね。そうなんですよ。こっちゃんのショールームたまに寝落ちしてた。ねえ寝ないで。今夜は豚しゃぶ。えいいな。僕も肉食べたいな。今お仕事帰り中。ありがとう見てくれてありがとう。ありがとうありがとうございますね。ここはね焼肉が食べたいかな。サイもだって飾り、え当たり前では飾りよ。え、子供たちが飾ろうかなと思って考えてない。こんばんはありがとうハートね。楽しみにしてて。でもなんか大川さんのトーク力すごいなって思った。今日はどこか挟まれた。今日は挟まれてない。今日はね挟まれてないんだな。それが残念ですが、握手会でおーちゃんの顔写真について話してもいいよ。もちろん。ありがとうピーナッツ。サインもらったんですよ。ちゃんとココちゃんへってメッセージくれたからもう嬉しいよ。ここはありがとうハート。神ありがとうございます。ドスコイボンジュール。あそうなの。面白い話お願いします。面白い話はなんだろう。とってもお腹が空いたかな面白い話か。なんだろう。でも今日の一打席一番二じゃないよのやつが面白かったから、めっちゃ面白かったから見てほしい。本当に見てね。その分ください。嫌です。絶対嫌です。でねここね一つ充電がないっていうありがとう流れ星。充電がないんで30分まで持つかな。持つか。動画もそうか。 YouTube に上がる動画も見てくださいね。上がるでしょそれ。だから見てね。緊張した。だいぶ大川さん入ってきた時ブルブルって感じだった。大川さん面白かった。めっちゃ緊張したし面白かったし、何より大川さんにプレゼントをあげれたんですよ。こっちゃんの顔見てるだけで面白いって。失礼よ。美月さんはどんな感じだった。優しくて面白いです。ラジオ一緒だった。一緒なんですよ。ありがとうハート。まさかこんなにも早く、だから早くみんなにいたかったの。ありがとうハート。こんばんは。ハートありがとうございます。だるまありがとう。でね、もっと好きになった。もっと好きになった。もう超優しいもん。ありがとう。ありがとうございます。一緒っていうのは一緒。だからあれじゃない、ミヤビームとさ熊崎遥さんがさ一緒だったじゃん。もうその前それの時にはさもう誰が誰とやるみたいなの知っててさ、だからだいぶ前から知ってたんだよ。でもずっとうずうずしてた。ここ今度ご挨拶に伺うのでお手柔らかにお願いします。もちろんです。自慢したかったの。こんばんは。ハートありがとう。ありがとうございます。今日は市内がないんですけど、変なことっていうか午後じゃないところとか行くとか言ったらぶったたきますのでご了承くださいませ。うずうずそう、うずうずワクワクだった。そうラジオ始めてから
初めてで末永岡さんとだから、え、そう内戦してたんだよ。じゃあ当たり前ですよ。怖い怖いね、どうやって決まったの。ありがとうピーナッツ、ありがとうございます。じゃあでもあのここじゃないところにこっち寄り道しなければここにぶたたかれずに済む話ですから、あの大丈夫ですよ。こんばんは、こんばんは。これね、そうさっきね、そうリボンついてるの可愛いでしょ寄り道、そうぶたたかってた瞬間アプリ落ちた。え、怖っ、ここ怖いね。だいぶはたかれたい人は、はたかれたい人はあのはたいてくださいって言ってください。黙っていかないといけないときチャイル配信は怖い怖いですか。ぶたたく、ありがとう、投げ星ありがとうございます。あなたのパフォーマンスだとありがとうございます。怖い、今日も可愛い、ありがとうございます。骨折れるよ、そうだよ骨折れるよ、気をつけてみんな。ありがとう、こんばんは、こんばんは。あっという間に20分、隣、え、20分じゃないわ、そうそうそう隣のレーンから手振ってたらこっちゃんのレーン行ったらはたかれるのね。そうそういうこと、遠くから同棲してて怖いです、怖いですって言うなし、来てよね、ありがとう神、ありがとうございます。あとあの推しのギフト集めてます。今日市内ないけど、あの市内ないけどぶったたくので、あの違うとこ行ったら、まあでも握手会と握手会とトーク会とツーショット会を来なかったらあのぶたたきますので、来てください、絶対に絶対に来てください。もう骨折、背骨が折れてます。え、大丈夫、背骨折れてるってだいぶ痛くない。ありがとうございます。幕張ってもねえのこれ、幕張じゃなくて二次販売だけした。お、ありがとうございます、来てね、ありがとう神、あキラキラ、あありがとう。こっちゃんは2月4日です。大岡さんに行くのは大丈夫、大岡さんに行くの、どうしよっかな、一回ならいいよ、一回なら、ありがとう、行かなくても、いらなくても叩かれるこっちゃん視力はいいですか。ねコンタクトつけてんの、目悪くてだからよく見えますよ。こないだねもっとで、ね、見えるように検査してきたんで。ロスコイボンジュール、おーちゃんに内緒で会いに行きますね、内緒で会いに行き、見てますねこうやってなんかでもなんか遅い時間なんですよ全体的に、だから遅い時間でも会いに来てください、しっかりと、しっかりと。マイナス、あマイナスじゃなかった、2.0、 何がさ視力ってどれぐらいがいいの。大岡さんに行くとこっちの人たちと伝染宣伝するとき、宣伝すると今日制してみましょう、あそうしてください、こっちゃん推しですって言っていて、大岡さんにもっとここのことを知ってもらっておいてください。チャロクくん、ここのところに来ないと市内でぶたたくますよ、ありがとう。そう遅い時間なんだけど来てね、こんばんは。そう、うーん、夜遅いと帰るの遅い、こっちゃんに、ダメ、来てね、来てよ、遅い時間だけど来てよ、ここ悲しいじゃん、全部遅い時間なんだよね。でも来てね、来てね、昼間に沢田家の例に並んでもいいですか。ダメです、ダメです。実はサイン会ヤビーちゃんも買ってるけどぶったたかれる
ぶったたかれるよ。はじめまして、はじめましてなの、ありがとう。遅い時間は眠いのだ。まあでもじゃあ目つぶりながら来て、遠くで話す、ある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 。握手は大岡さんの例の通り、こんなに、え、それだったらここずっと見てるね、こうやってずっと見てるね。こんばんは、夜こっちゃん目当てで、お、ありがとうございます。そうだよね、仕事終わりだといいよね。遅い時間だとママが心配するのに来てよ、しっかり来てよね。え、お、大岡さんの最後はここがゲットしました。ゲット。12期の初握手はミエビにブーブー。あのさ、こっちゃんのところだけにさ来ればいいんだよ、そういうのは。だからねえ、こっちゃんのとこだけに行けばいいのよ。じゃあ遅い時間だったら、あの名古屋のホテルに泊まってください。たくさん会いに来ないとダメですよ。市内でコツンとしてほしい。じゃあされに来てください、されに。逆にね、国にね、ねえ、そこ答えばぞ、やばやばいよ、答えられるわ。一人でたどり着ける自信がないんで、え、来てください、お友達呼んできてください。そう言って言っても夕方だから。そっか、夕方だよね。それでもドスコイボンジュール、ボンジュール、ボボボボね、やばいね、大岡さんとね、たくさん話しちゃったよ。こんばんは、愛知の3月と6月の握手トーク会は両土曜両方行きます。ありがとうございます。ツーショット会も来てください、来てください。ありがとう、ハート。なんかさ、先輩方ってさ、もう何着るかとかさ決まってるじゃん、すごくない？スカイエキスポは電車の、僕もね、スカイエキスポかな、行ったことあるよ、あるよ。着る服は考えてますか？え、でもこれも着たいんだよね、本当は。で、あと、コウゴの作ってくれた T シャツと、あと剣道着、道着、道着を着たくて、あとは私服の日もあればかな、わかんないけど、まあそんな感じ。ドスコイボンジュール、ドスコイポーズはこれ。通話の都合でツーショットは幕張だけに、幕張だけに。え、でも来てくれるのは嬉しいので、たくさん来てください。先輩方服決めて、あ、そうだよね、そうだよね。電車、あ、どっか行った、どっか行った、え、どっか行った、あった。電車だと乗り継ぎ方に面倒なので車で行きます。お、いいですね、車。え、車楽だよね、もうこう車好きだよ、ここ。去年はね、あのね、誕生日だったからさ。お、ありがとうございます。そう、剣道着、メイドさん、え、それも着よっかな。道着には、え、南沢高校、え、南沢、南沢って書いてある。ガニ、バニーガールとかチャイナドレス着たら大人。バニーガールってウサギのさ、女の子ってこと。ツーショットとは、ツーショットは立ちと座りがあるから、全身見せたいのは土曜の立ちで来た方がいいかも。あ、そうなのね。あ、でも確かに買いだったかも。剣道着だとかぶってたら誰かわかんない。あー、確かにね。でもかぶんなくない、きっと。え、そこから運転しないから楽なだけ、乗って寝てるだけでも運転する方は結構大変だよね。
あ、ドスコイボンジュール、ツーショット会話私服がいいな。私服ね、私服ね、私服ね、固定で握手会やば握れないよ。制服も人気、あ、制服、中学の制服とか着たら学校バレる制服ね、いいね。先輩たちってさ、いっぱいコスプレ持ってるのかな。月はかん、え、面かぶろっかな、め、お面かぶろお面かぶろっかな、めっちゃよくない、お面かぶるお面、お面かぶってね、リアル制服わかんない、そりゃそうだよね、結構やばいね。お面かぶって、面かぶって、道着着て、コテつけて、これトーク会面ってやばいね、結構お面かぶって、ね、どう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 、面かぶる、トーク会、握手会はもう手足が出るくらいなんで竹刀持ってよ、こうやって。あ、そうなんだね。あ、確かにそうだったかも、面かぶったら髪、確かに指折れる、人出るやん、確かに。え、お面かぶってこの配信しよう、待って、めっちゃいいじゃん、やろう、本当にやる、本当にやる。15センチぐらいのハイヒール履いてな、オッケーえ、なんかたくさん買わないとあれはね、やばいです、追いつけなくなりそう。ツーショット会で面つけたら面白いね、確かに。みんな来てくれるかな、こんばんは。え、何着よっかな、何着よっかな、道着、私服、T シャツ、中身お姉ちゃん、え、無理です、ぶたたぎます、しないで。そんな、え、ちょっと絶対やりたいそれ、ここでもさ、かぶってるとさ痛くなるから15分ぐらいだけにするけどね。そう、 X にね、押したんですよ、メイド服、メイド服、え、そう、警察官やりたいんだよね、あの牢屋に入れるっていうの前あれだったから。だって南沢高校のだから、あの先生制服の日もやりたいしね、メイド、メイドもやりたいし、あとはなんだろう、いっぱいあるね。そう、トーク会の時とかはさ、髪型自由なんだよね。小さい頃に夢だった職業、小さい頃の夢がアイドルだった。アイドルで、幼稚園の時とか普通になんかアイドルになりたいですって言ってて、あとはキャビンアテンダントとか、あとキャビンアテンダント、あとケーキ屋さんとかお花屋さんとか行ってた、いろいろ。メーンとか覚え物は会場を持っていくのでね、大変だよね、めっちゃ。衣装じゃなければ自由、そうだよね。え、待って待って、相撲のさ格好しよっかな、あの空気入れるやつ、どうそれさ、ツーショットかい。アイドル夢で、なんで相談、相撲してたの。なんか相撲は、あの普通になんか相撲大会に出たら強かったっていう話。そう、あのね、キャビンアテンダントやりたかったの、ここ、キャビンアテンダントやろっかな、キャビンアテンダントありがとう、神ありがとうございます。え、相撲のあの空気入れて膨らむやつあれやりたい、あれやりたいよ。あとは、あとなんだろう、え、あと何がある、あとは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 、うん、あ、着ぐるみいいね、着ぐるみ、着ぐる、待って、着よっかな、前メロの着ぐるみとか着よっかな。立ちの会、そうだね、立ちの日じゃないとダメ、できないね。これなんて呼ぶの、小悪魔、小悪魔つけようかな。あ、待って、マカロニの日も作った方がいいね。
あ、巫女か。ね、マカロニのカチューシャをつけるっていう日も欲しくない？あとなんだろう、普通にさドレス着たいんだけどプリンセス。え、ギャル？ギャルはな、ギャルってさメイクさギャルにしないとギャルになれなくない？服がギャルって難しくない？結構。あ、でもあれか、なんかさボンボンつけてるイメージあるギャルって。あとはなんかめっちゃ短いジーパン履いたりとかイメージがある。 NG もあるの？そうなのね。看護師やろっかな、看護師やろっかな。ね、え、じゃあ私服で量産ねかな、私服で量産する。あとはあの黒い日とかのやつとか、マカロニの日が幕派だったらワンチャン遠方考えます。じゃあ幕派の日にマカロニしようかな遠くまで来てもらうためにどこまでも来てください。スキーベアね、スキーベアやばいね改札に挟まれるコスプレにすりやばくない？だいぶやばい。ピーナッツありがとう。幕派に幕張り。え、あとはなんだろう、そこさ爆破り爆破ん幕あれこうなって言ってた幕場幕破幕張り、そうだ。おばあちゃんの衣装か。もうそうダメなんだよね。遠征かなんて言ったんだろう。ここ幕張りね、幕張り。神ありがとうございます。うわ、犬のコスプレもいいね。うさぎもいいしな。迷っちゃうよ。幕張って何県にあるか知ってる？え、東京？あ、誰か千葉って言ってたっけな。えー、すごい。ボンジュール。え、待って、あとなんだろう。あとはあ、これ体に貼り付けとくかな。こうやって体に貼り付けていっていいですか？千葉ね。千葉だ。候補いっぱいあって、そう、候補いっぱいだらけだからさ、全部みんなさ来てね。セーラー服ね、セーラー服ね、セーラー服似合うかな。あとなんだろう、なんだろう。マスカイボンジュールね、あと迷う。え、難しいね。副書タイム。ありがとう、ハート。じゃあ、着てほしいコスプレとか送ってね、メールで。そう、遅いのよ、でも遅いの結構。え、そうだよ、メッセージ書いてあるんですよ。メールで待ってますね。ありがとう、ハート、ありがとうございます。トーク会買ってよ、トーク会。ありがとう、ハート。30分経った、本当に？ありがとう、本当だ。じゃあ、絶対に会いに来ないといけないっていう、会いに来なかったら市内で働かれるっていうことをしっかりと覚えといてください待ってますです。バイバイ、おやすみ。あ、
ご飯食べる夜ご飯